水保インターチェンジ手前2トルの上り線浜田自動車道は広島県山形郡北広島町から島根県浜田市へ至る高速道路である。略称は浜田道。高速道路ナンバリングによる路線番号は広島自動車道、中国自動車道とともに E74 が割り振られている。1989年10月18日に 朝日インターチェンジ浜田インターチェンジで共用を開始し、1991年12月7日に全線開通した。全区間を西日本高速道路が管理、運営している。政令による正式な路線名は中国横断自動車道広島浜田線。また、浜田ジャンクション浜田インターチェンジ間は山陰自動車道鳥取マスダ線も重複している。浜田自動車道は 暫定に車線での共用となっている。2019年9月、国土交通省第35回国土幹線道路部会にて、高速道路における安全・安心基本計画が検討され、4車線化の優先整備区間として、水保インターチェンジ金木パーキングエリア、シックが選定された。調査設計の上、事業費、財源状況を踏まえて、順次事業化される見込み。 サービスエリアは設置されていない。また、パーキングエリアは自動販売機による物販がなされている。ガソリンスタンド、売店については全線にわたり設置されていない。トンネルの数ハイウェイラジオ24時間、交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して、作成2002年度日交通量。ありがとうございます。